昨日の2試合を終えて、試合の様子はどうでしたか？みんな疲れていましたが、チーム一丸となってプレーできたと思います。昨日の2試合、自分のプレーを振り返ってどうでしたか？チームのためにいいバッティングができたと思います。昨日の試合を振り返ってどうでしたか？僕は、昨日の試合を振り返って、ランナーを返すことはできなかったけど、自分がランナー出て、それが得点に絡んでなので、自分では良かったと思います。昨日の自分のプレーはどう思いますか？要は苦しい戦いもあったので、その中で自分の守備での攻めのプレーでピッチャーを楽にしてあげたかったので、それができて良かったと思います。今日の試合に向けての意気込みを教えてください。今日の試合では守備の面でもいいプレーをして、自分の一つのプレーでムードを変えたり、打撃の面でもチームを引っ張っていけるような打撃をしていきたいと思います。